皆さんこんにちは。旅行ボスの加計さんに来てもらってます。お願いします。これいいかな。ということですね、ディッキーズのつなぎを始めたということで、はい、今までディッキーズのね、作業服もありましたけど、つなぎもね、今年からやられて販売してます。層がね、熱くなったということで、かなり熱くなりましたね。品番が。これがですね、D の726、はい、こちらが D の736。はい、で一般的な違いも生地が違います。うん、こっちがスイルのストレッチ、うん、でこちらオックスのストレッチ。あ、素材は？それですね、これが綿が、97のポリタン3パー。でこっちの方はでも一緒です、綿が97のポリタン3パー。なんで折り方が違うんですね。折り方が違うんだ、はい、そしてやっぱ風合いがね、違うもんね、オックスの感じね。これは普通っぽいもんね。なんでこちらがですね、ディッキーズアメリカの方でやってるんですけど、うん、そのブランド、そのデザインを投資させて、うん、高校生オリジナルやってますね。そうなんですね、輸入じゃないんだ。そうです。それはなんか直輸入してるのかなと思ったら違うんですね。直輸入系このデザインなんですけど、うん、この胸のポケットが輸入系がここのもうちょっと下にあるんですけど、うん、コーコスがデザインするとちょっと高めに設定して、うん、でここの部分が開いたんでつなぎに珍しいんですけど、ここに両脇にこういったポケット、なかなかつなぎ珍しいんですけど、確かに、ね、やっぱちょっと手に入れたくなるようなポケット、コーコスの品まではつけてますね。はいはい、これは結構かなりあの、うん、輸入物とは違う点ですね。そこオリジナル性を出してるってことでね、はい、でポケットも結構いっぱいありますもんね。かなりありますね、ここにありますし、ここもあります、ここもあります。ここはあの、すごいね、何ですか、あのハマーとかアイロン入れるような感じにしてますね。スパナとかね。で、ここにポケット、うん、コインポケットもありますし。すごいね。あれ、かなりありますね。こっちも同じ？あります、あります。ほんとだ。違うのはちょっと胸のポケットがこのフラップなのか、うん、まあ、これは全部チャックなんですけど、うん、ちょっとデザインですね。微妙にね。あとはこの襟の部分もちょっと丸みを帯びたデザイン、うん。はいはい。ちょっとそれでデザイン描いてます。違うね。はい、色がこれ何色？これ3色ですね。緑？オリーブ、ネイビー、コバルト。コバルトブルーね。の3色で、こちらの方があのこのカーキと、うん、ブラックの2色。あ、2色なんだ。2色だけです、こっちの。そうなんです。これ今 L サイズ？これ L です、これ170の72キロ。これ L で165の60キロ、ちょっとでかいですよね。そうですね、僕もちょっと型紙同じ感じなの？もうあの、あれシルエットは一緒です、こちら。一緒なんだ。この生地が違いますね、こちら。僕なんかワンサイズちっちゃい。そうですね、いいですね、多分ね、じゃあちょっと一緒に待って、ですね。まあ、このね、風合いがいいですよね。ストレッチが、ね、伸びるし、表面のなんかこうね、はい、あの着心地の柔らかさというところでね。まあ、ちょっとお洗濯はあれですよね、あの乾き悪いし、そうですね、ちょっと気をつけなきゃいけないんですけど、まあでも風合いをね、重視したということで、はい、どっちかというとカジュアル、カジュアルですもありますし、やっぱりディッキーのつなぎって、その自動車関係、はいはい、今ものすごくハマってたので、うん、まあ、そういった方なかなかあのもう山本さんが辞められたんで、うん、今後買う場所がなくなると思うんですけど、もう弊社のコーコスの方で買えるような感じになってますので、はい、じゃあぜひともディッキーとつなぎ品番が、726-736、はい、よろしくお願いしま す, よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。今日ご紹介した商品は買えますよね。買えます。どうすれば買えるんでしょうか。弊社通販サイトアルベロットユニで買うことができます。下にね、あのリンク先貼っておきますんで、こちらで飛んでご購入いただければと思います。